便り。ほら。ほら。Hey。 Yes。 はい。はい。はい。ゲンさん。はい。はい。え？え？どういうこと？あ、ボタン押したのをメモしてる。ああ。読んだのかと思った。読んだのかと思った。迷いあるのかな。大事。ドロップシップに回るなら、うい、おお、バラシ、赤メタさん、はい、メモメモ、あ、メモと、はい、メモメモしてる、えらい、えらい、えらい、うん、一票入っちゃうんだね、投票したんだね、メモ票な、メモ票ですね、わかりやすいように、しょうがない。雪崩のように人が移動するな。あれ？あ、わお。はい、リンちゃんの死体が、ここはストレージの上側って言えばいいんですかね。はいはいはい、はい、右リアクターとストレージの中間くらい、弁当の割と近くかな。はいはい。あ、亀田さんめちゃめちゃ怪しい。マジか。うん、すみません、リンさんの死体して申し訳ない。もう一回お願いします。ストレージの上側です。ストレージ上、はい、なんて言ったらいいんだろう。ドロップシップの入り口、リアクター右、ストレージのちょうど真ん中くらい、中間地点くらいです。現10秒ぐらい前にバイタルを見たときには、常にデッドで、で、はい、右側から、どう説明したらいいこれ。まあ、とりあえず、ボタンを押す部屋の上側の通路は全部走り回って、レポートは引かなかったです。さらにその上だったってことです。はい、あ、上です、はい。ストレージの上側です。はい。それであれば、ナオさんは白出せます。リンさんの死体に関しては。うん、多分、ボイラーの方から停電に行ってると思って、あ、はい、そうです。あ、なるほど。停電前と停電後に合ってるので、無理だと思います。バイタル情報が死んであれば、スペシメンにチェロスケさんとサクヤ、ダークチーさんも途中までいたけど、どっちだか分かんないですけど。はい。まあ、ラボ行ってるんで、僕は多分白出ないと思います。うん、南はクソ怪しいです。ドロップシップ徘徊してから電気直しに行って、電気直ってそのまま亀田さんと下に行って、うん、ボイラーの方に行ってます。はい、最終位置やってます。はい。うん、亀田さん視点、秋風さんち白出せますか？出せないんじゃないかな。出せないかな。初手別本で赤目田さんと一緒になったんだけど、赤目田さんがドア開けてくれなかったので諦めてコミュニケーションに入ったら、リンネ様が後ろからチラッと来て、その後出てっ
ってます。でコミュニケーションが終わってちょっとしたぐらいでもう停電が鳴ったので、そのまままっすぐ上に上がって多分、外側通ってますね。コミュニケーション右側を通って、電気室前まで行ってドアが閉まってたんですけど、その後どっからか赤目田さんが来てます。多分さっきの話だとドロップシップ側から来てるのかなと思ったので、その位置だと怪しいかなと思って聞きました。おかしいな。あと絶対に外側から入ってます。あと別件なんですけど、スペシメン方面に行った方にマットメイトいると思ってます。はい、アドメ見始めた時にすぐなくなったんで。あ、そうなんだ。リンデ様も多分右の方に行ってると思います。右上あたりの方に向かってる、3人で一緒に助手席に入って、あ、おやおやおや、アクチさん電気の方行ってると思います。アクチさん初手ウェポンに行って私より先に出て行った、うん、ドアが開いたのでそれは見たんですけど、その後私電気に行った時には誰もいなかった。アクチさんいなかったです。右も下も閉まってました。多分昨夜さん白出せますのだ、それを見ます、はい、ダウンロード、また赤目田さんが外から電気室に来てるのでめちゃめちゃ怪しい位置。いやでも今のさん多分キルクール多分僕も電気直しに行ってるから上がらないのと、どうしよう、さっきのターンとこのターンどっちの話すればいいですか。さっきのターンの方が阿久地さんの死体どこか分かんないので、じゃあさっきのターンの赤目田の行動なんですけど、ウェポンのルームで扉を開けた瞬間扉が閉まり、秋風さんがどっかに行って僕はそのままウェポンルームのタスクをやって、その後エレクトリカルを直しに行ったんですが扉が閉まってて、ここで秋風勇気なお赤目田で重なって一緒に扉を開けてエレクトリカルの方行った認識があるので、多分この3枚キルクール的にきついのかなって思ってるのが実視点です。以上。リンゴさんちなみにそこにリンゴもいましたけど、あ、リンゴさんはね、中にいました。すでに配電盤にいたのが多分リンゴさんとナオさんですね。あ、でもあの右側から行ってますよ。あ、じゃあだから先にまあドアを出たかもしれないですけど、そのタイミング一緒にいます。停電なんで許してください。でボイラーの方から行ってます。リンゴは後ろか。そしたら南結構怪しい位置に、今さっきも言ったんですけどドロップシップの中にいて、その後停電が明けてっていう感じだったので、ただ下は見てないです。てか、ストレージの上でしょ、ストレージの上です、結構前に切られてる気がするな。これキルクール上がってなかったかどうかってわかんないんですよね。わかんないです。でも多分開けてないんだとしたら、リンゴさん、ユキノさんはとりあえず無理なので私目線、配電盤側から出てきてるので、赤目田さんが無理とは言えないかなって。アフちゃんは普通に怪しいですね。普通に怪しい位置だと思います、ただ怪しい位置って言われたらちょっと提出ができないので、でもゲンさん右上か。そしたらスペシメンルームにいた3人が多分白ではなくなると思うんです。すいません、すぐボタン押して。はいはいはい、いいよ。スペシメントルームにいた3人が白じゃなくなるっていうのは、そこの
詳細を聞いてないからあれなんですけど、どういう風に3人入ったか教えてもらっていいですか？どうだったっけ。3人でそのアクチーさん、サクヤさん、チロで一緒に除染室に入って同時に、うん、で同時にスペシメントルームに入りました。でチロはそこの覚え芸と数字のやつを終わらせて、で化石をしまい始めるところでボタンで、アクチーさんはすでに上ロボ ラボかラボの方に向かってるからわかんない、うん、まあでもアクチーさん死んでるからあれ、うん、わからないぐらいですかね。サクヤさんは？サクヤは数字タスク、あと、覚え芸の数字を覚えた後にチェロさんぐりの確認して、最後除染室入ってボタンが鳴ったって感じなので。はい。で、さっきのキルも、サクヤさんと、終始一緒ではないんですが、30秒じゃないですか、キルクール的に、キルクールって。うん、でもそれ的に、キルは無理なんかなと思います。チェロがそのミーティングから左の O2 ですけど、O2 のなんだろう、酸素ボンベやるところで一緒になって、サクヤさんと。でもその間タスクしてないです、直行で行ってます。だから30秒経ってないと思ってて、でそこで、酸素ボンベやってからダウンロードを一緒にやってるんで、キルする暇がないと思うから、セクヤさんはもう隠しろで置いて、チロさん目線はそうってことですね。はい、チロさん目線はそう。でもふーちゃん目線、その整理してチロたちが、まあ、クロっておくしかないんだったらロラ全然飲みます。いや、ローラーそこはあんまり疑っていなくて、ただ、リンネさんの死体、死人が右上にしかないっていうのがすごい。右上っていうのが誰が出したんでしたっけ？リンゴが、通信室の左側の迷路のところで、リンネさんが右上に向かってるのを見て、その後停電直しに行ったところにリンネさんがいなかったので、おそらく右上の方に向かってるかな。であれば、宇宙さんが死んでるっていうことだから、まあ、厳しくないですか？通路を塞いでるから。だから赤目田さんとふーちゃんつったら一郎はいるんじゃないかなって正直。いやー俺はそう思わんぞ。自信は飲めんぞそれ。絶対飲めない。赤目田さん目線ってふーちゃん怪しくないんですか？だなんか、そうか、そうなるのか、もしくは源さんがやってるは一応あるのかなと思ってます。次2キルで PP なんで釣りたいかな。めちゃくちゃ僕怪しい位置なんでちょっとお任せしますね。とりあえずさっきスキップ入れた人誰ですか？いやごめんなさい、僕です、はい、多分あの議論で釣れないなと思って流しました。一回ゲン風産票です。ふーちゃん入れちゃいました。赤目田さんに入れてます。なんか意外とリン酸キルの容疑者多そうだったんで、そっちだとつまらないかなって思っちゃいました。リン酸キルの容疑者多分ゲンさん、カメタさん、ミナミで、リンネさんキルもその3枚だと思ってます、うん、なんか別に秋風さんとかも入るんじゃないって思ってたんですけど、ね、あそうそう、多分ね、リンネさんキルの方が詰まりそうだなって思っちゃったんだけど、私だけかな、うんうん、見てるのは結局私とリンゴさんなので、なんかリンちゃんの容疑者が私はなんかなんとなくゲンさんもまあできるし、うん、フーちゃんも赤目田さんも秋風さんもできるなと思っていて、うん、リンネさんの情報がリンゴさんからしか出てないから、うん、リンゴさんから白はもらってるけどリンゴさんがリンネさん切ってるは私の目線では捨てきれないなって思っちゃってました。なおさんで客観視リンネさん切るもできないんですよね。私が見たのってコミュニケーションから出ていくリンネ様なので、右に行ったのか左に行ったのか正直見ていません、うん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 、でかつ私がその後右回りで行っているのと、多分赤目田さんは右側から来たんですよね。さっきの話だと一応右側から回ってきてるんですよね。あと私より先かな、うんうん、あと本当に言いますけどシェリフ出ませんか？もういないならいないでしょうがないですけど、うんうん、いなさそうですね。いないのか、じゃあちょっともう総合力で票を合わせるしかないですね。だからもしここでローラーがまだできる段階だと思ってるので、それだったら私とリンゴさんでもいいのかなってちょっと思ったりしたんですけど、こっち、うん、多分上は詰まらない気がしました。さっきの3人以上いるのでローラーにもなさそう。風さんの方が固くないですか？赤目田さんが風ちゃんを疑わないのが結構黒いなって思って、うん、容疑者がまだいる、まだいる、多分この2枚ローラーは心配、うん、もちろんそれはそうなんですけど、割と風ちゃんの話題を避けてるように見える。
いや、ありえないけど。白白だったら右側から来て誰かが切ってるはあるんじゃないですかね。あ、どこ入れますか？合わせますよ。ふーちゃんに入れますか？ふーさんにしちゃいましょう。どこに合わせるのかに。まだ、なんか、絞りきれないな。絞りきれないので、赤メタさんっていうしかないんですけど、でも、リンネさん、そう、リンゴさんのリンネさんの目撃証言が嘘っていう可能性もあるし、ゲンさんも全然できる位置なので、あ、あるのか。うい、あー、よかった。はい、もう。どうします？鈴木さんの対抗で釣るなら赤目田さんになるけど、うん、まあ僕しかない。ゆっくり来ない。うん、うん、いや、一応風さん今白軸の時を考えて推理してたんですけど、今リンゴさんが最後、うん、右リアクターの右に来られて終わってて、うん、私殺されなかったんで、ケンさん一人で直してました、ね。ふーさん一人だったら私、おりんごさんとか殺してとか、うん、でも6、2番目に持って、さっきふーちゃんが強人とかの方がいいかなと思ったんですけど。あれ、なつなちゃんが、はいはい、まあ、りんごさんが嘘ついてる可能性を追ってたのが、まあ、なんか、あれ、嘘つく理由が全くないと思ってて、だから、それを追うって思いました。あ、ごめんなさい、ぶった切って申し訳ないんですけど、赤目田さんってさっき弁当使いました。なんでもないです。あ、なんでもないです。このターン、このターン使ってないよ。チェロちゃんは多分室内ぶった切ったけど、僕は外から回ってったから、だからエレクトリカルチェロちゃん出たとこで合流。了解です。これはふーちゃんのあれなら僕かワンちゃん原産しかあれかな、釣るとしたら。いやでもなんか、うん、赤目田さん黒ならなんか両黒じゃないと無理な気がするな、さっきの聞いたら、うん、なんかふーちゃんと赤目田さんがつながってるように見えてました、うん、じゃないと多分赤目田さんには切れないと思う。赤目田さんが切ってるんだったらふーちゃんが黙ってるしかないから、こっちしろふーちゃんで連れてそうな気がする。あそこでもいいと思いますけどね、うん、ふーさん黒前提であれば。さくやさんって白出せるんでしたっけ？チェロさんから出せます。チェロちゃんから出せるのか。サクヤチェロはアクチーがずっとスペシメンなんですよね。でアクチーさんが死んでるから、その途中で抜けてるから、そうそうそう、上の方に、うん、そう、うん、だったら、リンさんかリネさんのどっちかをフーちゃんがやってて、どっちかを赤目田さんかアキカゼさんがやってるが一番濃いと思ってます。俺村に言うなら多分スキップが絶対いいと思いますよ。俺は白だからしか言えないかな。とりあえずナオさんが隠しろかな。それ絶対スキップの方がいいよ。村はゼロスケ、サクヤさんスキップしました。ありがとう、ありがとうございます。リンゴ入れました。リンゴさんどうといたら無理かな。ゼロスケ、リンゴさん、ゼロスケ、はい、うん、
あ、うわ、秋風さんラボで見ました。でもラボで見ました。秋風さん、なおさん、さくやさんもいましたっけ。あと、ゲンもいました。ラボでコミュニケーションでアップロードしてます。いや、タスク終わったのでストーカーしてました、セロさんの。セロちゃんとサクヤさんとユキナオが多分最初にラボの方にいて、で、多分チェロちゃんとサクヤさんどこ行ったか分かんないけど見失って、その後秋風さんがラボの方に来て、その後ゲンさんがラボの方に来てます。はい、合ってます。うん、赤メタ2回目の停電約束しか言えないな、すいません。2回目の停電の前です。2回目の停電になる前に、秋風さんが生きてるのを見てます。で、停電になる直前にゲンさんがラボの方に来て、私はそのままボタン押しに向かってます。2回目の停電の後に電気室から出てきて右の方に向かってる赤メタさんを見た気がしてるんですけど、うん、そう、停電がなった時にはもうエレクトリカルいました、僕。だからそこパンパンパンって直してって感じです。これ多分爆速で直ってる。その後ってどこ行く？わかる。で、秋風さん死んでる以上、秋風さんがの遺言信じるならリンゴさん行きたい。そうですね。リンゴはラボの方には一回も行ってないですよ、今回。いや、このターンじゃないな。ちなみにこのターンだと多分客観疑わしいのは私の方だと思ってます。そうですね。雪直さん視点って秋風さんと私をラボに残した状態でボタン押しに行かれてるはずなんで、はい、私が秋川さんを殺してるように雪さん目線では見えてるはずです。見えてます、はい。でリンゴはチェロちゃんとサクヤさんが通信室に入っていって左に抜けてってるので、今回は絶対関われないですね。ちなみにもう私タスク終わるんでスキップが丸いと思ってるんですけど、いかがでしょう。いや釣りたい、ごめんなさい、僕は釣りたいです。終わってますが、なんでさ釣りたがるんですか。タスクも終わってるのに。いや僕あと3でちょっとワンチャンわかんないです、いや、このキルペース的にふーちゃんで釣れてると思ってて、釣りに行ったのがリンゴです。みんなタスク終わってます、逆に。チェロは終わってますが、釣りたいです、今回は。釣りたいです。風さんで落ちてるんだったらスキップ安定です。私白なんで、それでもう1キルされたらどうするんですか。半 PP になっちゃいますよ。スキップしてます、私は。スキップの方がいいと思ってます。きました、スキップ入れます。いいタスク頑張ります、3つ。いや、勝てるっしょ、タスクで。いや、僕絶対終わんないです。うん、ねえ、南間じゃない。南最初から本当のことしか言うてない。誰かパワースイッチみたいなタスクのやり方教えてもらっていいですか。パワースイッチですか。コミュニケーション。それどこのやつ？なんかパワースイッチ、なんか電源ボタンみたいな押して。なんか多分一回するやつ。時間を放置して。さあ電源切って。切ってか、ごめんなさい。一回下げて、時間終わったら上げて、上げて、上げて、コンプリートって出るまで待てば終わりです、あれ。なるほどね。ちょっと部屋変えていいですか、私と3連発。全然。はい、大丈夫です。ありがとうございます。ギリギリ、ありがとうございます。